はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、今国際協力で活躍されている方、昔国際協力で活躍されてこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、ぜひこの動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも大手企業を勤められて、アフリカでビジネスをされて、今教育事業に携わられている中島さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、中島です。よろしくお願いします。今ですね、高校生向けの教育事業を主にやっている認定 NPO 法人ベリーフィフティというところでスタッフをやっております。その前はですね、いろんな会社だったりとか、アフリカの会社とかで働いていたりもしたので、今日その経験をお話しさせていただければと思います、はい。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ぜひアフリカのビジネス、どんな難しさがあるのかみたいなのもお聞きしていきたいなと思ってますけど、はい、わかりました。よろしくお願いします、はい、早速なんですけど、はい、今までの経歴をお話しいただく前に、はい、そもそも国際協力に興味を持ったきっかけからお聞きしていきたいなと思ってまして、はい、まず国際協力に興味を持ったきっかけって何かあったんですか。高校まではずっとサッカー一筋みたいな、ずっとサッカー部で小中高、ね、はい、ずっとやってて、はい、高校も年間で休みが7日間しかないみたいなやば、はい、じゃあそんなサッカー漬けの男が、はい、まず海外とかに興味を持ってますかね。そうですね、大学に入ったタイミングでサッカーやめるってなって、はい、部活の燃え尽き症候群じゃないですけど空虚感みたいな中でどうしようかなってなってた時に、海外行ってみたいなっていうのを思ってインドネシアに行ったのがきっかけになりますね、はい、そうなんですね、はい、じゃあ高校卒業して大学に入って、はい、大学ではサッカーをやめるっていう決断をして、大学では何の学部。大学は総合文化政策学部っていう。そうなんです、はい、その大学1年生とか2年生の時に海外行ってみたいなって思った感じですか。そうですね、大学1年でせっかくだからというか、うん、いろんな途上国とか、もともとその時ソーシャルビジネスみたいな言葉が割と流行っていたタイミングでもあったので、はいはいはい、そういうのも面白そうだなと思ってたし、はい、海外行ってみたいなってところで。でアジアに行かれたんですかね。そうです、インドネシアに、インドネシアに、はい、行って。インドネシアは何しに行かれたんですか。今僕が働いているベリーフィフティのプログラムの一環で、そうなんですね、はい、行きました。なるほど。ちなみになんですけど、はい、ベリーフィフティっていうワードが出たんで、はい、なぜ大学生の時にベリーフィフティっていう団体を知ったのかってとかも聞いてみたいんですけど、はいはいはい、どうやって知ったんですか。もともとは東南アジアプログラムとかソーシャルビジネスプログラムとかそういうのでググっていって、はい、なんとなく知って。たまたま大学の先輩がベリーフィフティインターンをしてたんですよ。 Facebook ページでも流れてきて、はい、この間見たやつだと思って、うん、先輩にも話とか聞いてみたら、行ってみるといいよって言われて、じゃあ行ってみるかみたいな感じでインドネシアのプログラムに参加することにしました。そうなんですね。じゃあそのプログラムっていうところは、インドネシアに行って何かすると思うんですけど、はい、具体的にどういうことをしてきたのかって教えてもらってもいいですか。はい、プログラム全体でソーシャルビジネスをやっている会社の経営課題を題材に学んでいく教育プログラムみたいな形になっているんですけども、厳密に言うとプログラムというよりは、実際にソーシャルビジネスをしている会社に入って、はい、 そうですね、そこで課題を解決するためのアプローチを学ぶみたいな感じなんですか。はい、ちなみにその会社はインドネシアの会社ですか。インドネシアです。そうなんだ、はい、じゃあそこに入って具体的にどういう課題だったんですか。その会社がですね、インドネシアのジャカルタから 5,6 時間ぐらい車で行ったような、すごい田舎にある会社なんですけれども、はい、そこの地域っていうのはいわゆる貧困地域で、農家の人が多いんだけれども、売る場所がないからなかなか貧困を脱出できないみたいなところで、その社長さんはその土地の地主みたいな方なんですけど、自分の資材を使ってそこに市場を作ると、そこに市場を作れば地元の農家の人たちも野菜を売ることができるから収入得られるよねっていうのをやっている事業でしたと。僕たちがやったのは、市場にどうやって他の地域から人に来てもらうのかっていうところのマーケティングみたいなところをやっていったようなところですね。じゃあもうそこの地域では市場を作るっていうところまではできてた。はい、はい、できてました。ただそれをうまく活用できていなかったっていう課題があって、ね、それを中島さんが入って何日間のプログラムの中でどういう形でみんなにこれをうまく活用してもらえるのかっていうところを突き詰めたって感じです。はい、それって1名だけですか。15人で15人、はい、僕は大学1年生で、大学3年生が 3,4 人いて、あと社会人みたいな。実際どうでした。僕はぶっちゃけ大学1年生だったんで、はい、何も分かんなかったです、あの時は。何日間いらっしゃったんですか。現地には10日ぐらいいました。そうなんですね、はい、10日間の前にも研修みたいなのあるんですか。あ、2ヶ月間研修みたいなのがあって、初日から現地の社長さんと話をして、どういう経過大があるんだとか、こういう方向どうだみたいなのを事前にやった上で行くものですね。じゃあもうそこの PDCA の中のプランみたいなところは全部組み込んでいったわけですね。そうですそうです。そうです。でそこで Do を実際現地でやって、そこに対してのトライアンドエラーみたいなのをやってたみたいな。はい、面白いですね、はい、ちなみにその時って15名だったじゃないですか、はい、1人当たりの費用ってどれぐらいか覚えてました。8万とかでした。8万
本で行けるの10日。航空券が別です。あ、別なんですね。はい、プログラム費っていうところには航空券含まれてなくて、プログラム費の中にはそこで10日間学べるよみたいなプログラムで8万。そうです。まあでも全然安いですね。僕は後からスタッフになってから知りましたけど、はい、余裕で赤字ですですよね。じゃあそのプログラムをやって自分はそこまで活躍できなかったっていう感じだったんですか？そうですね。自分自身は社会人の人たちの話についていくのがやっとだし、当時インドネシアの大学生も一緒にやるプログラムだったんで英語だったんですよね。その中で英語も喋れないし、プログラム自体には正直あまりついていけなかったけど、インドネシアの楽しさみたいなのはすごいよく分かって、インドネシアのダイナミズムとかすごい感じて充実した時間にはなってました。なるほど、はい、じゃあそれがきっかけで海外とか、国際協力っていうところに興味を持った感じなんですかね？そうですね。どちらかというと海外で課題を解決するっていうところに興味を持った感じ。そうですね。僕たちがプロジェクトを一緒にやった社長さんがすごい面白い人で、というか市場だけじゃなくて学校をやったりとか、なんかその地域で自分の資材を使っていろんなことをやってる人で、そういう生き方ってすごい面白いなというか、かっこいいなってところで、海外っていうところでソーシャルってところにすごいハマっていったっていうところですね。なるほど、ありがとうございます。はい、大学1年生とそのギャップとかいろいろ興味っていうのを湧いたわけじゃないですか。はい、大学2年生から4年生までは他に何かされてらっしゃったんですか？もうそこからずっととりあえず海外楽しいっていうところが突き詰めちゃったんでインドにバックパック行ったり、東南アジアにバックパック行ったり、海外を転々とするみたいなのは1年生と2年生の間ずっとやっていました。あ、そうなんですね。はい、実際バックパックとかで行かれた国ってアジアが多いんですか？はい、その時はアジアですね。大学4年になってからですけどアフリカに行きました。アフリカはどちらに行かれたんですか？アフリカはケニアから南アフリカを自転車でバーッと行くような形でそれは何日間かけてケニアから南アフリカまで行くんですか？2ヶ月半ぐらいですかね。ちなみになんですけど、僕もアフリカ行ったことあるんですけど、はい、泊まるところとかどうしてるんですか？そもそも街がある時はその街で宿を探すし、当然自転車だと街と街の間が離れすぎてるとっていうのがあるんでキャンプ用品を全部積んで。いや、はい、危ないことなかったですか？ゾウがいっぱいいるところとかは結構怖かったですけど、はい、ちなみに何カ国アフリカ行きました？ケニア、タンザニア、マラウィ、ザンビア、ボツワナ、ナミビア、南アフリカですね。だから7カ国です。そうなんですね。それ道って自分で調べられました？大きい道が1本しかないんで、はい、基本的には迷わずたまに右左どっちだろうみたいなのを、はい、右かなみたいな。すげえ、はい、ちなみにそれってどれぐらいの費用かかりました？ケニアに渡航する飛行機代と、ね、南アフリカから帰る飛行機代以外だと自転車が8万のを買っていって、うん、日本から持ってったんですか？そうです。解体して段ボールに詰めて飛行機で一緒に行けるんですけど。マジか。はい、でも20万とかなんじゃないですかね、現地は。意外と安かった覚えがあります。一番印象的なところ聞きたいんですけど。一番印象的なのはでもやっぱナミビアの砂漠を自転車で越える時が渡れます？回っちゃうんですよ、タイヤが。渡れないんで普段だいたい1日150キロぐらいは自転車で行くんですけど、すごいわ。はい、砂漠の中やっぱ30キロとかしか進まないんで、うん、少しずつ進みながら。でも砂漠の夜ってめちゃくちゃ綺麗なんですよね。あの中でキャンプするのが最高に楽しかったですね。はい、それは周りも明かりがないし。そうですね。星がすごい綺麗。いや、ほんと綺麗ですね。ちなみに水とかどうするんですか？基本的にはめちゃくちゃでかいタンクを自転車に積んでいるんですけどなくなっちゃうんですよ。はいはい、なくなっちゃうんで、まあ、トラックとか通るんで地元の、止めて水くれみたいなのをやると、はい、割と水分けてくれたり。え、無料で？無料でですね。めちゃくちゃ優しいです、アフリカの人。実際それアフリカ横断するじゃないですか、なんか得られるものありました？意外と自転車漕いでるだけっちゃ漕いでるだけなんですけども、アフリカの田舎に行けたっていうのは結構個人的には大きくて、都市だけだとわからないことってやっぱいっぱいあるじゃないですか。でも田舎に行くことによってアフリカの人ってめちゃくちゃ優しいんだなとか、アフリカの田舎の人ってこういう生活してんだなとか、うんうん、街がこんなに離れてるんだアフリカってみたいなところの、うんうん、アフリカのダイナミズムとか面白さとか地元の楽しさみたいなのをすごい触れられたっていうのはすごい大きい体験だったなっていうのは思いますね。なるほど。はい、じゃあそういう経験してまた日本に戻ってくるわけですよね。そうですね。その他なんか行かれたりしました？あとは大学3年の時にカナダに行って1年間英語を勉強してました。はいはいはい、そういうことなんですね。それ1年間っていうのはワーホリとかなんかですか？あ、そうです。大学3年時に休学をしてワーホリでカナダに。実はカナダのその年のワーホリビザがすごいややこしくなって、うんうん、ビザを取るのにめちゃくちゃ時間かかったので3ヶ月間ニューヨークに行ってからカナダに行くみたいなことをやってました。そうなんですね。はい、ニューヨークに行きつつワーホリの申請をしつつ、そうですそうです、通った段階で行ったって感じなんですね。そうですね。あ、すごいな。じゃあもう大学1年生からインドネシアから始まり、はい、そこからいろんな海外行って、はい、アフリカの縦断をして日本に戻ってきたみたいな感じなんですね。はい、そうですね。なるほど、ありがとうございます。今までは国際協力に中島さんがなぜ興味を持ったのかみたいなところから、はい、具体的に何してたのかっていう部分をお話をお伺いしたんですけど、はい、次の動画ではアフリカ縦断を終わってどういう企業選択をして、はい、どこに入って何をしてたのかっていうところをお話をお伺いしたいなって思ってます。はい、はい、本日はありがとうございました。